はい、秋ゲームズです。バージョン 4.8 限定世界アニメ蓮の葉と森の答えの発生方法と説明方を解説したいと思います。発生方法は2つの世界任務、蓮の葉とチャンピオンと森とプリンセスを完了した後、ワープなどでロードを挟むと発生します。概要欄に解説動画へのリンクがありますので、よろしければご覧ください。任務が発生していますので、目標追跡をしてやっていきます。マーカー近くの祝福の森の文字のすぐ上のワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて東方向に飛んでから右に曲がりながら進むとマーカーがありますので近づいていきます。マーカーに近づくとムービーが入って、目的が遊弾窟に行くと変わります。マップを開くとマーカーが出ていますので、近くにあるワープポイントにワープをしていきます。到着したらムービーが入ってギミックをやることになります。モモンガを飛ばせる状態にしてギミックをやっていきます。まずカエルに近づいて水柱を下ろすを選びます。次は扉の左側に風を出せる花がありますので、モモンガを飛ばして花に当てていきます。風が出たらモモンガが戻ってくるのを待って、3つの輪っかにモモンガを通していきます。そうするとモモンガが右に移動しますので、線が3つの輪っかに当たるような状態でモモンガを返すとギミックをクリアすることができます。扉が開きますので、動けるようになったら奥の方に向かって進んでいきます。壁の文字に近づくとムービーが入って、マーカーが別の場所に移動しますので、そちらに向かっていきます。しばらく進んでいき、壁の文字に近づくとムービーが入ってギミックをやることになります。いろいろ置いてありますが、中央にモモンガがいますので、近づいてモモンガを飛ばせる状態にしていきます。次はこの部屋の中にある風を出す花にモモンガを当てて風を出していきます。この部屋の中には2つ風を出す花がありますので、どちらからでもいいのでモモンガを当てていきます。上を見ると輪っかが1つ並びから外れていますので、風を出した後は花を上に動かして輪っかを動かしていきます。カエルのところで水柱を立たせるを選ぶと花が上に行って輪っかが移動します。この状態になったら準備が OK ですので、下にある4つの輪っかにモモンガを通していきます。モモンガが上に移動しますので、上下に移動しているハスに自分も乗って上に移動し、上の4つの輪っかにモモンガを通すとギミッククリアとなり、宝箱が出ますので取りに行きます。この宝箱は世界任務の進行上必ず取る宝箱となっています。しばらく会話が続いた後、ムービーが入って、それが終わると別のギミックをやることになります。まず周りを目指してモモンガを飛ばせる状態にしていきます。次は風を出せる花にモモンガを当てて風を出していきます。風を出す花は3つありますが、2つは上の方にありますので、カエルの力を使って水柱を下げて下に下げていきます。もう1つのところにはカエルがいませんが、青い装置に近づいて太鼓を試してみるを選ぶとカエルを呼び寄せることができます。カエルが来たら水柱を下ろすを選んで、花を下げてからモモンガを当てていきます。少し離れたところの方が当てやすいようです。3箇所の花から風が出ていて、すべて下にある状態だったら準備 OK となります。下に4つ並んでいる輪っかの方にモモンガを通していきます。輪っかを通した後に風に流されるような方向から当てていきます。モモンガが風に乗って左に移動したら、上下に移動しているハスに近づいて上に乗っていきます。線が4つの輪っかに当たった状態でモモンガを返すとギミッククリアとなります。マーカーに近づくと長めのムービーが入って、それが終わると任務完了となります。豪華な宝箱が出ていますので忘れずに取っておいてください。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。